月20日月曜日時刻シアリアジオもありました。森崎武史のヨルナイトのライトパスラティの森崎武史と4月のアズリアスしたこの方、はい、エオピンの友井圭です。よろしくお願いします。売れた本日をもって売れました。本日をもって売れましたよ。昨日までお友達と一緒。いやだって本当、はい、先週もやっぱり評判よろしかったですもの。本当ピンクの丹乱の彼がいて本当に良かったです。ピンクの丹乱の下り水曜日も喋っちゃった俺勝ったぜユーマ。いやいや本当に非常にいいですよ。嬉しいです。非常にね、みんなも、あのその彼のおかげ、いやいや彼のおかげではありますけども、はい、その強いエピソードをあそこにちゃんと持ってこれた、はい、そしてあの話の順番で持ってこれたというところが、はい、でも富さん素晴らしい腕がある。さすが。そういうところをもう本当に、はい、10年やってる AOB ファンもホリプロも全然そこら辺の魅力を取り逃してる。ダメじゃないか一番見るべき場所そうなんですよ、うん、ただの美少女だと思ってんだろうと。お間違いですよ。お間違いのよあのちょっとマスクで顔半分隠れてるか分かんないかもしれないけどただの没個性美女じゃないのよ私は。そうよちょっと違うのよさあということでございましてですね、今日ねなんとね、うん、あの先週先々週が嘘のように、はい、企画が渋滞しております。突然。そう突然の企画なんですあのね2つございましてっていうのを先に言ってた方がいいね。2つございまして、はい、まず1つは、はい、友井さん言ってらっしゃった、はい、あのお弁当企画。はい、イエーイ。そうなの、私こう見えてもこんな何もしないわよみたいな、ただただ爪をヤスリで削ってるだけの毎日みたいに見えるけども、お料理がお得意でらっしゃると。そうなんです。ということでね、はい、お弁当、本日作ってくるというのです、ね、はい、もう一つ、はい、1週目に言ったのかな、オリジナルで1回塩なんか作詞をしてみたい、はい、してみたいってことがございましてですね、はい、僕前回少しだけ触りだけ歌いましたけども、はい、曲をちょっとミディアムバラードっぽい曲を書いてきましたので、書いてきました、はい、それで友井さんにもですね、塩、うん、したためてきていただいておりますので、はい、これね後半で発表します。でその前に、はい、6767歌詞的には6文字7文字6文字7文字で、書いていったら成立するので、うん、これ皆さんにもですね事前にラララで一回聞いていただきまして、うん、皆様の作詞も一回ちょっと聞いてみようかなと。聞いてみたい思っておりますので、ですね、よろしくお願いいたします、うん、ちょっと年次郎なんでまずは1曲かけるくだりまでいっちゃおうかね、はい、ということでございまして、番組では皆さんからメール募集しております。アドレスはよなよなアットマーク joqr.net、 よなよなアットマーク joqr.net、 よなよなのスペルは yonayona です。はい、番組ツイッターもございます。アカウントはよなよなアンダーバー AG となっております。番組に関してつぶやくときはですね、シャープよるないと忘れずにつけてくださいね。はい、ではここで1曲お届けしたいと思います。今月の A&G 推薦曲です。現在好評発売中、ザ・キャッチ水曜パーソナリティきらめきアンフォレントのメジャーファースト EP 新宇宙ワープドライブより太陽系ワンダーラスト文化放送中 NG プラスニコニコのモースで配信中、わじざきたけしのエルナイトエルナイト、改めましてわじざきたけしと、そして AOP のともいけいです。はい、さあじゃあその2つの企画のうち1つですね、うん、作詞にチャレンジしてみようということでございましてですね、では、その6767、まあ67ってわけでもないんだけどね、1行13、うん、1行13文字だと思っていただければみたいな、まあ、67だと思っていただいてもいいし、まあ、解釈の仕方いろいろあるんですけども、それを、やってみましょうね。ラララだね、ララ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 ラ。さあ、優しい優しい、ね、優しい、ミディアムバラードなので言葉もその入れやすいかな、うん、という曲でございますね、うん、はい。
パチパチパチと、はい、ありがとうございます、ありがとうございます。さあこれにですね、うん、まあ後半、皆さんがですね、まあ、この67はまあ縛られすぎなくてもいいですけども、うん、はい、いっぱい皆さんですね、あの歌詞を送っていただいて、後半、発表しますけれども、その後ともえさんが作ってきたやつをですよやっぱりやめようかなもう恥ずかしいんですよ。そう、これ絶対恥ずかしいと思うから、皆さんですね、できるだけクオリティの低いものを。本当ですよ本当に、なんかもうやめてください。一回ハードかなり下げていただいて、本当に下げてくださいなんかあーなんとか、あーなんとかみたいなぐらいのクオリティでください。本当にあー夜ないと、あー夜ないと、ちっちゃいというかね、そのあれこれシルバニアファミリーで作ってるやつじゃないみたいなサイズのやつを送っていただけると助かるということでございましてですね、はい、まあこれは後半の企画でございます。じゃあ前半の企画でございますね、ともえさん、はい、お弁当を作ってきていただきました、ありがとうございます。これも恥ずかしい、これも恥ずかしいもんですか。恥ずかしいもんですね。自分で作ったお弁当を、はい、人に見られたことありますか。弟しかないです。おー、はい、前弟にしか作ったことないの。はい、ないです。すげー。料理は、料理自体はそのツイッターにこう上げて何々ですみたいなやつはやって、はい、はありますけど、でも料理を載せることはまずないです。なんで、だってお料理お得意なんでしょ。得意ではあるんですけど、うん、なんか、うん、ツイッターとかって怖いから。怖い。なんか配膳の位置とかなんか言われそうだし、しかもなんか全部これ結局大豆じゃないですかとか言われるのも怖いし、なんか本当ツイッターさ、そのなんていうのうるせえよねうるせえ機能が多くて、うるせえね。俺もな、そのなんかうるせえうるせえと思って、おとといぐらいうるせえやつはやめとこ今日が乗ったら水曜によ、こういうの。そう、だから怖いから、あんまりご飯は乗せてなかったんです。そうか、はい、そうだよね。なんかこう、はい、女の子特にこうなんか、うん、ね、はい、なんか言われたところで、そう、そうですか。そう、なんか悪意じゃないんだろうけど、まあ善意でもねえよなっていうやつね。そうです、そうです、そうです。なんか独り言の感覚なんだと思うんですけど。わかります、わかります。そういうのがあるので、はい、じゃあともえさんの手料理を見るというのをひょっとして初かもしれませんな、皆さんね。そうですね。さあ、じゃあともえさん、なんかテーマとかあったりするの。あります。お、テーマはですね。はい。てかタイトルがあります。タイトルありますか。はい、お弁当ですよ。タイトルあります。タイトルあるんですね。はい、じゃあタイトル発表していただき、ドン。食べ合わせは悪いよ。春のピクニックお弁当。おー、なるほど、はい。テーマとして、はい、まずは食べ合わせはできる限り悪くしようと。悪くなっちゃった。悪くなっちゃって、なんかもう国が混雑してますなんで、もう国があっちこっち悪くなっちゃったんだろうなんかそうか、でもインターナショナル得意なやつとか、はい、そうです、これ和崎さん好きかもって思ってるやつをいろいろと無尽蔵に作っていった結果、はい、インターナショナルになりましたあれなんかなんかあれ、これこの国で、この国であれ多国籍だなってなっちゃって、本当に自分でもびっくりしてますけど、いや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 、でもせっかくですからいただきましょう、さあ、お出しなさいよ、お出しなさいよ、これがですね、うん、おかずです。お弁当なんかすごい意外なこれがおかずです。ビッグマックじゃなくてそれピクニックなんで、ちょっと今見えづらいと思いますけども、ピクニックなんで今見えづらいと思います。じゃあピクニックってことを把握して、はい、ピクニックです。ちょっと今台本でね見えづらい、白で飛んでる見えづらい、これなんかそのその髪のなんか皿みたいなやつをこう2つ重ねてあるやつ、はい、これそういうもんなんだね。そういうもんです。ビッグマック入ってるやつに見えるよね違うんだ、違います、違います、はい、コメント、ランチタイムって書いてますよ、ランチタイムって書いてますよ、これご飯です変化ないじゃん、ね、ちょっと待ちなよ、ね、現場で捨てれる用のやつじゃんこれ、ね、軍が食うやつじゃん、捨てれる方がいいかなと思ってやっぱ情勢的に、あー、なるほどね、なるほどね、はい、情勢的にそういうことか、はい、捨てれるように気にはしました、うん、そうかそうか、洗って返すね、はい、やつじゃないわけだ、じゃないです、しません、なるほど、こっちがご飯？こっちご飯です。うん、こっちがおかず、ね。こっちおかずです。オーケー、ちょっと。そして、うん、そしてはあのね。そして、うん、さすがだね。そして、そして、こちらがパンナコッタです。おすごい。それなんかすごいちゃんとしてんじゃん。パンナコッタです。めっちゃ可愛いし、もうそれこそじゃん。これこそ女性声優のやつじゃないよ。いやいや、パチパチパチじゃなくて、パチパチパチじゃなくて。こちらパンナコッタだよ。ちゃんとそのいただき、どうやっていただけばいいの？その。そのなんかどう、何がいいですか、うん、順番ですか、わかんないけど、そのなど上こどこからもらえばいいの、横その横横からここ横から
上からじゃあれだもん、なんかじゃあちょっとなんか重ねて渡しますね、うん、え怖い、いっぺんに、いっぺんにか、うん、えなんでいっぺんにいきますよ、うん、上ですか、上ってそのなんか服役中のやつに何かを渡してるやつみたいだよ服役中の誰かに何かを渡してる人、あーもうどっちがご飯でどっちがおかずか分かんなくなっちゃったよ、これ葉っぱが出てるからこれがおかずだね、多分ね、これ葉っぱ出てるもん、ご飯は何か、うん、何か工夫してる、ご飯、ご飯は、はい、私が2番目に得意な料理です、おや、じゃあこれ後にしよう、おかずの先に見ようね、はいはい、ちょっと崩れてないといいな、じゃあこちら、崩れてたらやだ、やだな、崩れてたら、ちょっとこうか、何ですかこの紙感ね、ちょっと一回確認してもいいですか？じゃ一回確認して、じゃ一回確認してください。じゃいちいちこの流れ入んの。テイク。ああ、まあいいか。まあ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 、まあまあ、はい、はい、ちょっと私が家から運んできたってことを考慮してください。運んでくる間になんかそうなっちゃったってことね。オッケー。じゃあ開けるよ。うん。ではランチタイムって書いてありますけど、まあ思いっきりど深夜だけどね。じゃあお弁当オープンです。じゃあ、おお、なんかでも、え、すごい美味しそうだよ。本当ですか？すごい美味しそう。ね、わかるかな。プチトマトはまあわかるね。うん、すっげえお腹空いてきちゃう。卵焼き、うん、これはアスパラベーコンと、そうですそうですと、キッシュじゃん。キッシュ焼きました。キッシュって家で焼けんの？焼けます。キッシュってキッシュ焼き用のなんか。なんかあるじゃないの、キッシュ焼き用のなんか、普通にタルトと扱いは一緒なんで、タルトも焼いたことないもんなってお食事タルトって感じなんで、へえ、キッシュ家でだってこれキッシュのその、うん、キッシュのこういう状態だから、うん、キッシュでしょ、あそうです、キッシュを作ってそのキッシュを取ってきたわけでしょ、そうです、ちっちゃいキッシュを取ってきました、キッシュでそう、これ以外のキッシュはじゃあ家でもさもさ食べましたか、はい、あとこれはあとそれは、私が家でよく作る豚肉のローズマリー漬け、うん、よく作るんですけど、かっこいいなんかローズマリー乗ってるんですけど、いい美味しいです、だってローズマリーって俺買ったことないよまだ人生で、ローズマリーっていうものよく作る、すごい美味しそう、うん、ちょっと待って、じゃあご飯の方も開けてみるね、はい、崩れてないといいな、確認していいですか、確認しましょう、一回ちょっと確認しましょう、一回ちょっと確認しましょう、うん、あ、まあまあまあ家から運んできたなっていう感じいや皆さん、はい、いいですか、ご飯の方も開けますよ、うん、ではご飯の方オープン、じゃじゃん、パカ、おすげえ、ちょっと待って、意外のり巻きじゃんこれはキンパです、キンパだ、そうです、キンパです、めちゃめちゃ綺麗に巻けてるじゃん、しかもキンパ、私巻くの得意なんです、そうなんだ、うん、すごいね、キンパ、いやこのキンパすごいねご家庭でこのレベルのキンパできんだ、キンパ得意で、すごい多国籍、今までよくこれ武器に使わずにアイドルやって夏に卒業だっつってんねなんか何ですかね、うん、隠し通してきちゃいましただからよくだからなんで隠し通してきたの確実に武器だったのに一回も鞘から抜いてないじゃない一回も隠し持って隠し持ったね大事に旧メンバー新メンバー全てが知らないこの刀、知らないですね私が金髪作ること誰も知らないです本当に君のこと大好きな後輩もいるんでしょ、いますけど、うん、多分キンパを知らないですそうか、好き嫌いで関係ないやつだとこれだ、これちょっとこれは後で、ちょっとこれは後で、それパンナコッタです、パンナコッタね、はい、パンナコッタってどうやって食っていいのか分かんないもん、あちょっと待ってよ、あ箸だな、箸、なんか一応なんか持ってきました、えらいね、なんかコンビニのやつ本当だザコンビニのやつだ、コンビニのやついただくね、はい、じゃあここでですね、そのせっかくねご飯をいただく企画なので、うん、なんかマスクをね、うん、こうしてなんか こうやって食うのはあれだから、うん、そのまあここ一回もうパーテーションみたいなこう組んでます、そうね、これがありますから一回マスクは外しますけども、絶対に大丈夫なようにですね、私こう秘密道具を持ってきましたので、なんだろう、それをつけますね、なんだろう秘密道具って、さあこれをつけることによってですよ、これ前がガードされてますから、これあこれ取ってもほら今ちょ顔がもうほとんど見えてないんだよね、みんな蜂の駆除ってみんなそう養蜂業のおじさんひげが全部ミツバチに見えてると今思いますけども、黒いからどうですか、劇的にマイク乗りも悪いでしょ今、悪そう、すごい悪そう全部跳ね返ってきてる味があるもの、ちょっとじゃあ、はい、この状態でですねいただいてみますよ、はい、これ一応あれなんですよ、うん、今日ご飯食べる企画だからっていうんで、はい、家の近所に見つけて、
なんか帽子につけるやつだったらしくて、それ知らずに買ってきちゃって文化放送にあるなんかキャップみたいなのでもよかったんだけど、キャップなくてなんかこれしかなかったんで、なんか何用で売ってるんですよねそれのって何用なんですか、ね、害虫駆除みたいな、そうですよね、おじさんになっちゃいましたけど、うんうん、一応だって2つ持ってきたんだから、本当に友もつけるかなと思って試したけど、そうなんかそしたらね、ホリプロサイドは別に何も言わなかったんだけどディレクターがいやそれあんまりじゃないですか楽しかったですけどね、うん、じゃあいただいてみましょう。あ、ちなみにですね、はいはいはい、あの関西は卵焼きがしょっぱいっていうのを調べたんで、うん、しょっぱくしました。 ありがとうございます、はい、じゃあ甘いやつばっかり食ってたの。そうです、そう基本的にはね、甘いやつよりもしょっぱいやつの方が、うんうん、だし取ってやりました、はい、多かったです。ありがとう、うん、じゃあその卵焼きいただきましょう。うわーうわーですか、ね、いただきますよ。やだ恥ずかしい。うまい。本当ですか。うまい。本当ですか。っていうか卵焼き食ったらわかるよ、料理をし慣れてる人かどうかぐらい。本当ですか。うん、嬉しい。ものすごい綺麗、なんか色味もその焼き加減もものすごい綺麗にできているし、半日かけて出し取ったんです。すごい。いやそうそう、だからなんかもっと塩っ気のしょっぱいのが来るのかなと思ったら、はい、完全にお出汁の味っていう感じで、すごいな、ちょよくこれ今まで何も恥ずかしい出さずに来たね。じゃあ俺そのローズマリーっていうのを、美味しい美味しいね、うん、パーセーセージローズマリーエンタイのローズマリーだよね名前は知ってるけどもあれこれ意外とさ、逆にもう俺のリアクションさハレーションで何も見えないな動かないと顔がただキラキラしてるでしょ俺輝いてる、恥ずかしい。私はよくそれ食べます。うまい、すごいね。苦手じゃないといいですけど、ローズマリー全然美味しい。本当ですか。よく好きだよかったいやもう本当によかった。なんかなんか、はい、お前のそのなんか彼女っていうやつはなんかあれじゃないの、はい、そのただ顔可愛いだけの、うんうん、何にもできねえやつなんだろうって、うん、お袋がなんかチェックした時に、うん、これ出したら、うん、もう完璧のやつだよ。いや本当にやった。これすごいね。じゃあキンパもいただこう。キンパ、キンパもいただきますね。はい、ですからこれキンパ、キンパ綺麗にできてんな、綺麗にできてるよ。わかるかな、わかるかな、この詰まり具合とか恥ずかしい。そう普通の海苔巻きとねちょっとね、うん、やっぱり違うんだよ。いただきます。大丈夫、あ難しい、あ難しい、あ難しい、あ辛くないといいな。大丈夫かな、大丈夫ですか。硬くなってそう、うんうん、大丈夫ですか。うまい、辛みもよかった、酒が飲みたいああよかった。ちょっと唐辛子多いから気をつけてください。全然、うん、ちょっとすごい。本当ですか、よかった。やるよかった、やる。これちょっと前回だって、はい、ピンクの団らんのエピソードトークでトークいけるとこ見しといて、トークの腕見しといて、ここに来て女子力でしょ。あこれちょっと写真撮っときゃよかったな。これ写真撮っとこうよ、うん、まあ、撮りましょう。これちょっと写真撮っとこう。で写真撮って後でゆっくりいただこう、うんうん、私別で撮ってはあるんですけど。あ本当に、一応じゃあちょっとパンナコッタの方も、うん、あ食べてください。行きましょうかね、うん、そんなことだって俺は多分食べたことあるんだろうな。リボン巻いてみたんですけどそれ関係ないです、うん、えこれをほどいたところで関係ない、気分で巻いてみました。危ねえよいしょ、あーうんうん、大丈夫かな。うん、これは何のソースがかかってるんですか。いちごです。いちご、いちご平気ですか。いちご平気ですよ。あよかったです。これも写真撮ったんだよね。撮りました、撮りました。もう何でも作れる人じゃんこんなのこんなのもう何でも作れる。キッシュ作ってね、キンパ作って、はい、パンナコッタ作れるなんてちょっと間違え、しかもこの後作詞ができるんですよできるとは言ってないんでやったよってだけなんで、作詞に関してはいただきます。なんか大丈夫だというな、ちょっとぬるくなってるかも。温度は仕方ないよね。うん、パンナコッタよく作るの。あこたまにたまに作るちょっとめくってあげたい動線がさめくってあげたいけど手が届かない直通で行きたいのになんかそのくぐんないといけない、そのあれ、うん、こぼさないように。あなんかこぼしそう。あ新宿東京間を山手線で行ってる感じ遠い中央線で行きたいのに各駅停車むずい、むずい。
あ、いけたいけた。大丈夫ですか？うまい。本当ですか？うまい。俺パンナコッタを食べ慣れてないから他のパンナコッタをそんなには知らないけども、うんうん、なんかもうちょっとでもそれうまくできました。本当にちょい失敗。ちょい失敗なの？味がじゃあなんで持ってきたの？あれなんか思ってたんと違うけど、うん、まあいけるっていう感じです60点ぐらいの女です。それはおい、鷲崎さんに60点持ってくんじゃない他は自信あるんで。他は自信があるけど補ってこう他は自信があったから、これはなんていうの、そのなんかみんなで補ってこうねっていうチームメイト。仮に仮にあれだったとしたら、もう一応そのなんか本編、はい、本編全然面白いけども単行本のあれってめくったら4コマがちょっと載ってる感じになるよね。そうです、表紙の裏に載ってるやつ。サービス4コマね。銀のサジのやつね。そうです、はい、載ってるじゃん。いやいや、すごい恐れ入りましたよ、うん、本当によかった。本当に美味しいし、本当にリアクションは何も見えないだろうし ただ顔がテカテカの人になってしまいましたけれども、うんうん、ちょっと一回じゃあそのこれを外してマスクをつけ直しますよ。はい、よいしょ、よいしょ、よいしょ、うん、じゃーん。ぺったんこになっちゃった。いや本当にね、はい、本当にすごいですよ。本当ですか？これは得意料理なわけ？よく作るものが割と多いですね。キンパもよく作るし、うん、アスパラ好きだっつってたもんね。はい、アスパラも好きだし、でキッシュもたまに作ってて、キッシュまでたどり着かなかった、うん、じゃあ後でちょっとキッシュもいただきますよ、うん、ぜひぜひ。キンパも本当に美味しい。嬉しいです。ちょっとなんか胃袋使われてる感じだわ、うん、やった。これでもうメンバー全員のこと忘れましたね。そうだね。なんだっけ。なんとか、なんとか P。 そう、そんな感じのうんちょこちょこ P みたいなやつ。なんとか P それでいいです。うんちょこちょこ P で覚えてください。それでいいです。俺そのうんちょこちょこ P の番組1年ぐらい司会やってて、はい、気がついたらクビになってた。クビじゃない。クビじゃない。クビじゃないかどうかは難しいところ。まあそんなことはどうだっていい。さあ、ということでございましてですね、うん、はい、一旦ここで前半、企画終了でございますよ、うん、後半は、お歌の企画がございますのでですね、はい、まあ、いつも通りの生歌もあり、作詞もありでございますので、皆さんよろしくお願いします、うん、ということで、ここからですね、月曜日から木曜日までトヨタ萌えちゃんと伊藤美久ちゃんがパーソナリティを務めるピクシスの夜空の下でミーティングです。それではどうぞ。君にだけにいつもそればかり考えて、モテたいぜ君にだけに、唇をつけてみたい君のその唇、今夜唇をつけてみたい。君は君と書きたい、見たことない絵を描いてもらいたい、季節とは君のために用意された絵の具なのさ。春色、夏色、秋冬君色々、でも本当は電話もできない、一人に夜夜夜、モテたいぜ君にだけに、もうそればかり考えて、モテたいぜ君にだけに、正直につけてみたい僕のこの震える想い、正直につけてみたい、愛をシャレじゃない、愛をシャレじゃない、愛をシャレ。
けたならその口ビルが何味かわかるのかな。そんな無理さ愛ってやつはコレクションじゃない、ましてやファッションじゃないでしょ。愛ってやつは切実でさ伝えたいのはあのモテたいぜ君にだけに、いつもそればかり考えてモテたいぜ君にだけに、土砂降りの雨の日も飛ばされちゃいそうな風の日も、髪型どころじゃない君に会いに行きたい。愛はおしゃれじゃない、愛はおしゃれじゃない、愛はおしゃれじゃない、おしゃれじゃない。そればかり考えてモテたいぜ君にだけに、唇をつけてみたい君のその唇、今夜唇をつけてみたい。愛はおしゃれじゃない、愛はおしゃれじゃない、おしゃれじゃない、おしゃれじゃない、愛はおしゃれじゃない、愛はおしゃれじゃない、どうしてしまいましたね。はい、あ、愛はおしゃれじゃない。はい。はい、愛はおしゃれじゃないです。本当にこの、うん、なんて言うんでしょうね、この生歌のこのコーナー、うん、はい、この3週分、はい、ブレないね。方向性が。方向性が一つもブレないね。ブレないです。好き。この曲好きなんだ。ね、いや俺も俺、ね、この曲ね、うん、別に歌っててあれだったけど、うん、この曲ね聞くと俺絶対に泣く。はい、なんか知んないけど、そうだ今日もこれやるからと思って、はい、ちゃんとまあコード分かってるけど、一応と思ってチェックして、うん、こうやってやったらボロボロ泣きながら、なんでですかね、なんでだか分かんないんだけど、俺これねボロボロ泣いちゃうんだよね、悲しい曲じゃないんですけどね、そう全然悲しい曲じゃないし、うん、何かの思い出と紐づいてるわけでも決してない、うん、多分ね、うん、特に思い出の曲であるわけではない、うんうん、何かの時に聴いてたとか、うんうん、あのことどうだったみたいな曲でもない、別に、うん、なのになんかね、うん、これとね、あとあのさっきも言った堀江さんの、はい、あ、チャイルディッシュラブワールド、そうチャイルディッシュラブワールドって、はい、俺ね泣いちゃうの、あれでも本当にいい曲です、清志隆仁さんが作詞作曲されてる曲なんですけど、なんかポップな曲のそのポップさに感動して泣いちゃうっていうのがありましてね、うん、そのうちの一つなんだよな、ね、めちゃめちゃポップですね、そうボロボロ泣きながらその小出さんのところもその俺やるって決まったから、はい、そこ練習でまずかなって泣きながら今日もうしょっぱなからすげえな、小出さんのしょっぱなから練習してたのよ、いやほんと好きです、ありがとうございます、ということでここからですね、はい、もう一つの方ね、オリジナルソング作りでございますけども、はい、僕が出したですね、うん、曲に対して皆さんもですね、うん、ある程度書いてきました、これ難しいな、俺がつけといてなんだけど途中の展開難しいよね、難しい、簡単です、サムライダーさん、あの日君は何をしてたの、春の風に花びらひらり、怖い顔でこちらに向かう、ピンク色の淡々の君は一歩一歩こ一歩一歩こちらに来るよ、怖い
助けて誰かからこちらの方を見向きもせず立ち去るあなたを国民じゃん。この後あんのにこの後書いてくれてラララララララがなかったね。最高私の心情ですね。心情っていうかなんかエピソードを歌にしちゃいましたかね。高校1年生の春でもなんか本人になんか話しちゃったって言おうかと思ったんですよ連絡して、うん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 、けど連絡先知ってるんですけど、うん、そうなんだ私自分から連絡できない人なんで共通の友人にだけとりあえず報告しました。言っちゃったごめんって言っといて。そうか。じゃあこれ2週にわたってですけど、はい、なんと君が歌になりましたよ。おめでとう。なんかだって高校の時の思い出が歌になったわけでしょ。そうです、ね、きっと夏の終わりみたいなもんだよね。ゾーンが歌ってもおかしくないってことだよ。名曲です。M ゴリラさん、昨日まではただの友達、明日からは何になるかな、分岐点の今日はどんな日、天気予報が曇りの模様、今朝ふと選んだレースの動物、生け抜け負けるなエースの貫禄、昨日まではただの友達、明日からはなと呼ぼうかな、分岐点の今日はどんな日、もう一個あるのね、僕の顔はどんな模様だ。まあでもこの短い時間でこの 6-7 のルールの中でよく書きましたよ ね、うん、ね、なんかみんなね早い、みんなそこそこ恥ずかしいのいっぱい来てんの、後で読もういっぱい。ね、羨ましいそのお弁当、女の子の手作りいいな、生まれてから食べたことない、女の子の手作りご飯だって。これガグビーさんでした。かわいい、ガグビーさん。夜が暗くて怖くなるんだ、怖いん習う、ええ怖いなら歌おう、これもう9文字だ、ラララララララ。おい加宝くん、みんなボケて。そうだね。人が歌う誰かのために、僕は歌う君だけのため、人は歌う誰かに向けて、僕が歌う君を思って、次ペー、誰かが誰かを思うんだよ、誰もが一人じゃないんだよ、僕にも君にも誰にでも誰かがあなたを思ってる、大丈夫だよ、一人じゃないよ。起きる魚さんでした。優しい歌詞だ、まあ、こういうのがいっぱい来てますけども、うん、時間的にそろそろともえさんの、いやそろそろちょっともえさんの聞いてみようかなと思うんですけど、これどうします、ともえさんが自分で歌ってくれるんですよね、これね。へえ。でも一回ちょっと先見てほしいんですけど。嫌ですよ。嫌ですよ。みんなと一緒のタイミングで聞きたいものを。死にたくなる。いつでもいい。タイトルとかありますか？タイトルは悩んでます。あ、
悩んでます。悩んでます。いつでもいいですよ。恥ずかしいだろう、そりゃ。ありがとうございました。ちょっと見せてくださいよ、ちょっと見せてくださいよ。飽きたみたい、あんなに聞いた歌だって思い出せない。またこうして繰り返すんだ。何人目の私なのかな。愛の重さ測りたくって、虚しい、等しく、恥ずかしい、嘘の10個も言いたくなるな。全ては偶像なんだから、 SOS、 あの子になりたい。超いいよ。いや、本当に超いいよ。死にてー。いやいや、友恵、俺本当にその友恵のその外見というか見た目も中身もってほど知らないけど、俺友恵の見た目もセンスもすごい好きだよ。超いいね。超良くないですか。しかもマイメロの、はい、マイメロのノートにしたためました。あ、いや本当に素晴らしい、ね、だってこれ発表するのが絶対的にあるの分かってて書いて、はい、もっと逃げてもいいけどもなんか逃げなかったし、うん、感性だけじゃなく、はい、ちゃんと作品感というかさ、はい、もうちゃんとね自分で、はい、おいおいこっち見ろよ急に目合わなくなったの歌がやっぱ好きなので、うん、なんかなんて言うんですかね、中身のない抽象的な感じにはしたくなかったんです、うん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 、曲が好きなものとして、うん、からなんか歌が好きなプライドを持ちつつ、うん、自分の恥ずかしさと相談しつつっていうすごい自分の中の相談事をめっちゃ、いや本当に、いや本当に、まあそのたまに恥ずかしいかもしれないけど手に取るようにわかるめちゃめちゃ顔赤くないですか。はあ、ともえさん、ちょっとともえの顔赤いのもっと見てたいんだけど、もったいないんだけどね、お時間でございました。ともえさん、はい、自分の曲に助けられました。はい、よかった。曲紹介お願いいたします、はい、5月20日発売予定の AOP のニューシングルよりカップリング曲です、アニマジカル。終わりだって。本当にあっという間だね。終わりだって。今日生きた心地なかったですなんかすごい世界がすごいスピードで私も置いていくから、自転に追いつけなくなった地球の自転に追いつけなくなった。追いつけない、夜な夜なのスピードに追いつけなかった今日何にもしてない気するでしょ。はい、何もしてないです。今日ね、君は何にもしてない気するけども、今日でファンが増えてるんです。何もしてねえだ。なんだ飯を作り歌詞を書くことで今日はですね人気がね上がってるんです。本当ですか。前回上がった人、前回ちょっと興味を持った人があれって思ってますよ今日。こあれこういうのもなのって思ってますよ本当に。ねえ、ということでございましてですね、エンディングではダリダリを聞きながらのお別れでございますが、ここで来月のマンスリーアシスタントを発表します。意外ですよ皆さん、うん、正直正直意外だと思います。5月のマンスリーアシスタントはなんと富田美代さんです。あ、わっけ、二十歳の子でしょ、うん、目標なに一回だけ来てくれた、うん、マジ来る本当にご時世考えて来る来てるやつの前で何言ってる中断来ましたまあご時世はご時世だからどうたるか分かりません。
どうなるかと別になしになることはないと思いますけど、どういう出方するのか分かりませんけど、とにかくですね富田美優さんですね、お気見上げというのを一応、皆さん送ってきてください、夜ナイト月曜日の最終週は来月のマンスリーアシスタントへ、お気見上げをするという慣習がございますので、皆さんからですね富田さんにこういうのをしてほしい、だって俺富田さんの何だろう人となりみたいなやつ、その1回しか1回目標であったぐらいしか分かんない、皆さんに教えていただきたいと思いますね。アドレスは、アドレスはよなよなアットマーク joqr.net、 よなよなアットマーク joqr.net、 よなよなのスペルは yonayona です。たくさんのメールをお待ちしています。はい、じゃあお知らせございますか。はい、5月20日に AOP のニューシングル、テレビアニメつぐつぐもものオープニングテーマ、風吹けば月夜の果てに発売になりますっていうのと、8月2日にともいけ卒業ライブが行われる予定です。ぜひチェックしてください。はい、はい、ね、うん、今興味を持たれた方、この1ヶ月で興味を持たれた方いっぱいいらっしゃると思いますのでですね、はい、ぜひぜひでございますよ。嬉しいです。はい、あとなんか家でなんか配信みたいなしてっから、 ありがとうございます。鷲崎さんがつぶやいてくださって、すごい来てくれたんですよ、人が。あら、よかった。鷲崎さんから来ました。素晴らしい。はい、ね、金曜日、毎週、今のところ毎週金曜日にやってるっぽいので、はい、やってます。時間があって俺も酒飲みながら見てるんで。嬉しい。私も本当配信中お酒飲んでなんか喋ってるだけなんで。そうそうそう、すいません。美少女が酒飲んで猫と戯れてる最新なんで、まあ、ぜひぜひ皆さんね、はい、あの、はい、よろしくお願いします。はい、では生放送終了後、ニコニコではおまけ放送がございまして、こちらは鷲崎たけしの夜な夜なチャンネルに登録してくださった会員の方のみが聞ける放送となっております。また番組ブログ、番組ツイッターには放送終了後の写真などもアップされますので、ぜひ見てください。ということで、明日火曜日のアシスタントはアイドルグループプレディアの沢口恵子さんでございます。お楽しみに。ここまでのお相手は鷲崎たけしと AOP の玉井圭でした。バイバイ。ダメだダメだダメだ。